ヘッドライトの後方についている四角い物体が終焉装置終焉装置は蒸気機関車の煙突に取り付けて煙の流れを誘導する部品である。上部に蓋がありトンネルなどを通過する際にこの蓋を閉じることで煙の流れを変え煙が車体にまとわりついたり運転室などに入り込むのを防ぐ役割を果たす。長年にわたって連続急勾配と多数のトンネルを要する 北陸本線の難所を担当し、売園に悩まされ続けていた鶴垣機関区で、1951年に当時同区区長であった増田久氏によって考案された。その後、同様の悩みを抱える各線区の担当工場で同種の装置が製作され、主にトンネルの多い勾配区間を抱え条件の厳しい山岳線を中心に採用された。 終焉装置開発の発端となった鶴ヶ機関区は、北陸本線の災難所として知られていた木の本、今城間の中間に位置し、下脚双方の列車を担当する、北陸本線の要衝の一つであった。鶴ヶ機関区所属機が列車牽引を担当する区間のうち、木の本鶴ヶ間は商談面かつ、全長線352メートルの柳瀬トンネルの前後に、 最大25%パーミルの急勾配かつ、急曲線が連続するという過酷な線形であり、また鶴が今上間も 14km にわたって25%パーミルの連続急勾配と11ものトンネルが連続するという、こちらも非常に厳しい軌道条件であった。それゆえ、この区間では、北陸地方の大動脈である、北陸本線の輸送力を確保するため、早い時期から、 補助機関車の連結による、牽引定数の増強策が講じられており、戦前には強力な 9900KD50 系の集中配置を行うなど、機関車としての最粘着性能や牽引力を特に重視した、文字通り機関車の極限性能を引きずり出すような、過酷な運用が実施されていた。だが、大型の D50 系の投入は輸送力強化に貢献した一方で、 明治期以来の商談面トンネルが多数存在する。これらの区間での運用に深刻な問題を投げかけることともなった。d 5 0系の収益開始から間もない1928年、これらの区間のトンネル内で列車が空転して、トンネル内に立ち往生した際に、機関車から発生した売園が狭いトンネル内に10万、これによって3名の乗務員が窒息死するという事故が発生したのである。 そこで特に前兆が長く問題の深刻な柳瀬トンネルなどでは1933年以降列車通過直後にトンネル入り口に遮蔽幕を下ろし売煙の逆流を物理的に阻止するなどの対策が取られたが列車運行頻度の制約も手伝って十分な効果が得られなかったこの問題については戦前の段階で既に抜本的な解決策となる路線変更による 戦争及び購買緩和計画が立案、策定されており、木の本鶴ヶ間については1938年11月には延長5170メートルの深坂トンネルを含む新ルートが着工されていた。だが、戦時中の資材難もあって、その工事は一時中断され、戦後再着工されたものの完成は1957年までずれ込んだ。また、 鶴ヶ今城間についても同様に線形改良と線像が計画されたが、こちらは地形的な制約などから総延長 13km に及ぶ北陸トンネルの建設が必要とされ、木の本鶴ヶ間の改良工事が完了する1957年にようやく着工されるといったありさまであった。しかも戦時中の国史で疲弊した D50 型に変えて新たに導入された。 D50 系の改良後継機種とされる D51 型は、同軸重の軽減で入線可能線区が拡大された一方で、前後方向の重量バランスが後方に偏っており、特に重量級列車の上り勾配での引き出し時には、引き出しに伴う後方への重心移動も相まって軸重の大きな偏りが発生し、 空天が頻発するという北陸本線での運用状況を考慮すると致命的といって良い欠陥を抱えていた。この新型機を、それも石炭をはじめとする燃料の供給状況が極端に悪化し、山岳線であっても海分が多くてカロリーの、つまり粗悪な品質の石炭で運用することを強いられた結果、第二次世界大戦後の北陸本線では、 勾配区間における空転と梅園の問題が特に深刻化した。D51170 周炎装置及び重油平年装置装備このような状況下にあって輸送力維持の社会的要請を背景として所属乗務員に過酷な勤務を強いざるを得なかった鶴ヶ機関区では乗務員や乗客を苦しめる塩外について様々な対策を独自に検討、試行錯誤を繰り返していた。 そして、石油系の燃料事情が好転し始めた1951年に、ようやく実用化にこぎつけたのが、ボイラーの蒸気ドーム後方に、重油タンクを搭載、重油を石炭と共に燃焼させることで、発熱量を増大させ、勾配区間における、機関助子の搭炭作業軽減と、媒煙発生量の減少を図る重油平年装置と、煙突部に装着し、トンネル区間に限り、 煙突からの煙を後方へ排出させることで、車体側面への煙の効果を抑止する終焉装置の2つの装置であった。これらはまず、鶴垣管区の D51-322 に補助所、煙板と共に装備されて試験が開始され、問題となった木のもと今城間で絶大な効果を発揮した。この実験結果を反映し、特に不要と判断された補助所。 煙板を除く二つの装置は1952年以降、鶴ヶ木管区のみならず、北陸本線に配置される50両以上の D51 系の標準装備となり、さらには同様の問題に悩む、全国各地の山岳線区に広く普及するに至った。終焉装置を横から見た断面図上機機関車では、燃料を燃やした後の排気ガスを煙突から髪型に吹き出している。 トンネルなど上部に障害物がある空間では、紛失した煙がトンネル上部に当たって跳ね返り、運転室や客室に入り込んで、機関士や旅客を苦しめることがあった。特にひどい場合には、機関士、機関助手が窒息して倒れて列車が暴走し、事故につながる場合もあった。終焉装置は、こうした障害物のある場所で、煙の流れを通常と変えることで、 煙が障害を引き起こさないようにする装置である。通常時は上部が開放されており、終焉装置のない機関車と同じように上部へ煙が排出される。トンネルに入る時などには乗務員の操作で引き戸が閉じられる。これにより煙は通常と異なり、終焉装置の後方から排出されるようになる。勢いよくトンネルの上部に当たるのではなく、 トンネルの情報空間に沿うように排出されることで、運転室や客室に煙が入りにくくなるという効果があった。終焉装置は日本の国鉄では正式装備品として量産されず、蒸気機関車を運用する各現場の必要に応じ、各鉄道工場で製作し、取り付けられる追加装備であった。このため、国鉄本社による設計図面は存在せず、 オリジナルとなった鶴ヶ式のほか、以下の各国鉄工場で独自に設計製作されたことが確認されている。以上の各工場では搭載機関車の構造や運用線区の条件などを考慮して装置の設計を行った。このためそれぞれ基本的な動作原理は同一ながら、形状や寸法には大きな相違が生じ、特に前面に開口部を設けた長野工場式と、 巨大な鹿児島工場式、そして唯一終焉堂がスライドする構造の氷山工場式は一見して判別が可能なほどの個性を備えていた。なお、終焉装置は上に示したように引き戸の動作方式で2グループに対別され、空気圧で操作して開閉する動力式のものと、運転室での手動操作をロッドを伸ばして伝達して開閉する手動式のものが存在した。 空気圧式のものは、機関士が、手動式のものは、機関助士が操作するのが通例であった。終焉装置の上部開口部に沿って、レールが付けられており、引き戸はこれに沿って前後するようになっていた。その最初の実用例となった鶴賀式がそうで、あったように、その多くは、北陸本線や中央本線などの急峻かつ、トンネルの多い軌道条件の山岳線区へ配置の D51。 ガタに搭載されたが、他に以下の各形式への搭載が確認されている。なお、周焉装置装着車の配置は、北海道以外の日本全国に分布しているが、その多くは、中部、北陸地方以西に集中していた。現在胴体保存中の蒸気機関車では、山口線の c 5 7一に取り付けられているが、これは1979年の山口線での運転開始に、 この装置の製作は、同期の保守を担当していた高取工場が言ったが、製作当時高取工場オリジナルの終焉装置の設計資料はすでに破棄されていて発見されず、やむなく図面が保存されていた長野工場式の D51、形容を基本として、引き戸の動力源に電車用ドアエンジンを追加した動力式のものが製作された。このため、本来は、 ボイラー系が一ランク上の D51 形容図面をほぼそのまま転用した関係で特に細身の C57 型のボイラーにはミスマッチな組み合わせとなり運転開始時には貴婦人が人傘を被ったようだなどと揶揄されたこのほか、2010年には上越線を中心に活躍する D51498 にも終焉装置の取り付けが行われたこちらは同年初夏に 中央本線の甲府小渕沢で運行された SL 山梨号のための装備であり、同装置はそれに合わせて新規製作されている。なお、これまでに実在した終焉装置にはないオリジナルタイプとされており、高取式を模した長野式終焉装置と称している。同装置は手動式で中央本線の低トンネルの車両限界に合わせているため、砂箱、ドームよりも若干低めである。 また、これに伴いこの寸法に合わせた短い煙突も新規製作し、同装置を装着する際に、既存の煙突と交換した上で装備を行っている。同期に装着された同装置は、2011年夏の群馬、デスティネーションキャンプ、鶴ヶ式周辺装置が開発されたのと同じ1950年代前半、国鉄小倉工場でもトンネル内での廃炎の誘導策として、 九州工業大学の笠井大二郎教授が考案した特殊排炎装置を試作 C57190 に装着して試験を実施している。この装置は取り付け対象者の除煙板を撤去し煙突前面から蒸気ドーム全部にかけて平面形状が Y 字型となる大型のフードを搭載高さを短縮された煙突の上部に円盤を90度回転させることで 上面の開口部を閉ざす、シャッター式の開閉装置を取り付け、必要に応じて、これを閉じることで全面の開口部から導入された空気とともに、煙突からの煙を後方へ送り、蒸気道無前方左右に設けられた排煙口いずれか、あるいは双方のシャッターを開いて選択的に、排煙するという装置である。敦賀式終焉装置が、煙突上部のスライド式開閉装置のみと、 単純な機構とされ、装置そのものもコンパクトであったのと比較すると、この装置は3箇所に開閉装置を設ける必要があって、それらが確実に、かつ正しく開閉動作する必要があり、しかも、風道の構造が複雑でその工作も難しいなど、機構面でいくつかの問題点を抱えていた。そのため、鶴ヶ式周辺装置の実用化で、その開発の必要性が薄れ、 搭載者となった C57190 は、和歌山機関区への転属までに装置を撤去され、除・煙板を再度装着して現状に服されている。ありがとうございます。